Welcome to Her Confidence Her Way podcast. I am Emiko Rasmussen, a mindset expert and a business transformation coach. I am obsessed with helping you to break through your limiting beliefs and show you what is possible to be, do, have anything that your soul desires. If you are ready to uplevel your business and life, this is the podcast for you. Just a quick reminder, we don't make everything beautiful here. We are keeping it real. There is no magic, no easy shortcut, and of course, no overnight success. But that is okay. We don't have to do this all alone. Are you ready to become limitless? Let's go. Hey girlfriends, thank you so much for listening to today's episode. This episode is a replay from WOW Wednesday. このエピソードは毎週水曜日に無料コミュニティ Her Way Collective で行うライブレッスンの replay です。まだこのコミュニティのメンバーになっていないあなた、www.herconfidenceherway.com または Instagram at Emiko Rasmussen からアクセスができます。一回聞いて気づかなかったところ、または2回目に聞いて納得そして理解できることなどリピートをして学ぶことで深い学び理解そして行動につながることができます。 Are you ready for WOW Wednesday? Let's go! Go live! Yay! I feel like I've seen this like not too long ago, this sceneOh yeah, I don't remember. When was that? 1月かな去年だね。去年、そうそう、去年のちょうどこのレースもこんな感じの2人の人が来たんですけども、今日は、イエーイ。来てもらってます。そうそうそう。クイーンマルコに来ていただきまして、で、今日は、体の感覚も、私は本当に最近すごくその、マインドフルに生きるとか、すごくその体の感じ方とかにすっごい意識して生きているので、This is like a perfect topic だと思う。Wow, okay. 本当にその食べる、私は、ね、食に関して全然なんて言うんだろうな、本当にパッションがないし、It's okay. そこにも全然気にもしていないんだけれども、でも、今日はね、そのエキスパート。がいるから、その食べ物を、その体の感覚を使って、そう感じるっていうところで、おそらくやっぱりこういう、なんだろう、トピックってすごく必要だと思うんですよね。まだまだやっぱりなんとかダイエットみたいな感じで、もう肩にはまったこう、カロリー計算してとか、なんかそういうのばっかりだと思うんだけども、やっぱり答えって全て何でも自分で、まあもちろんその、情報ね、知らないものは知らないものもあるかもしれないけど、でも、答えて自分にもあったりとかすると思うので、まあそういうところとかも今日はね、聞けたらっていうふうに思っています。ということで、まあ食事法と、体についてっていうことなので、今日は、生理コーチ、でも帰ってきたスピリチュアルリーダー、生理コーチをいろんな、はい。はい。そう。なんで帰ってきたか生理コーチって言ってるかというと、私のインスタグラムなんか3回削除されてるのね。その去年の9月から。去年の4月だ、うん。それでなんかもう3回目で、もうこれ、今回これなくなったらどうしようとか思ってるんですけど、そう、どうして私が生理コーチって名乗ってるかっていうとですね、やっぱりエミコさんがさっきおっしゃってたみたいに、食べ物とかでいろんなそのダイエット方法というかその食事法があるでしょ、例えば、ケトジェニックとか、ケトジェニックダイエットとか、地中海ダイエットとか、あと、ケトジェニックも低炭水化物ダイエットとかいろいろあると思うんですけど、そういうのって、もう、なんていうの、一つの方法であって、誰にもその一つの方法が、こう、世界全員70億の人に効くわけじゃない。のね、ハンコで押したみたいに。で、いろいろそういうもちろん、私は生理コーチだから、ホルモンのバランスを整えるために、どういう食事をしたらいいか、どういうサプリを取ったらいいかっていうのをね、教えてるんですけど、それを、
その、例えばそのハンデをしたみたいに、例えばケトジェニックダイエットをやったら、生理の問題が全て解決しますよって、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。私、ダイエットって言葉がすごい嫌いなんですよ。なんでかっていうと、本当にさっき言ったみたいに、一つの方法が全て全員の人に当てはまることはなくて、それの個人差、個体差っていうのを完全に無視してて、それってもうなんか、なんていうの、この化粧品を使えば、誰もが美しくなれますって言ってるようなもの、私、それがすごい嫌なんですよ。で、それってでも、例えばじゃあ、ケトジェニックとかあったとしても、それを、その、どれくらい自分が炭水化物を食べていいかとかっていうのは、もう人によって全然違うんですね。で、だからでもそれっていうのはどうやってわかるかって言ったら、自分で試し、自分の体で試して、そのどれくらい食べたらいいかとか食べない方が、これ以上食べたらダメになるかっていうのは自分の体で感じるしかないんですよ。ちょっと待って、私笑っちゃうとこがあって。いやいやいや。ヘライシャーミン。全然、すごい真面目な話でさ、体でわかるっていうのでしょ。でもさ、食べ過ぎたらトゥーレイトなんだよねって今思って。そう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 。食べ過ぎた時ってわかるじゃん。私本当にバフェなんていうの、日本のなんていうんでしたっけ、バイキングね。バイキング、そうそうみたいなのがあって、アメリカでね、ブラジリアン料理っていうので、こうティックでお肉がもうカットしてそこでこう食べれるのがあって、で昔のボスに、うん、これ食べろって言った時に食べろって言われて、なんか安いね、お肉ばっかり持ってくるから、安いお肉はもう絶対食べないで、高いものばっかり食べろって言われて、でも待ってるとお腹空いちゃうんですよ。で、でも、サイドで他のものをバッフェで食べれるんですよ。その、なんていうの、サイドディッシュみたいなので。で、お腹空いて、まあお肉こうだって食べたいのに、これは安いからダメとか言われて、だからサイドで食べたら超お腹いっぱいになって、そしたらもう最後の方にお肉いっぱい持ってきて、これは食べろ、これ食べろって言われて、私本当動けなくなったんですよ。大人として恥ずかしい、もう本当に恥ずかしいぐらい食べ過ぎて、しかもデザートも食べろって言われて、本当に食べれる、もう本当に動けない時あったんです。わかるわかる。そうだから体って本当に教えてくれるんだなっていうのが、そう思い出して笑っちゃったから。そう、いやいや、いいのいいの。でも本当にそれと一緒で、その、例えば、その、もちろん、ホルモンバランスを整えるために、ね、その、ある程度の、その、最低限のルールみたいなのはあるんですよ。で、それは、でもね、アジアの人たちって、いっぱいその、炭水化物を食べるから、その、例えばその、炭水化物でも、日本の人とかだと、ラーメンにチャーハンとかさ、あと、うどんにおにぎりとかさ、そういうその、炭水化物をいっぱい食べて、お腹にいっぱいなるっていう人たちが、やっぱり多いんだよね。だから、やっぱり、いつもよりはちょっと意識して減らしていかなきゃいけないとかあるし、あるし、それで、その、野菜とタンパク質と脂質が圧倒的に足りないんですね、日本の人たちって。だからそういうのを調整していく上で、その、もちろんそういうなんかベーシックなルールはあるけれども、それ自分のルール、だから自分でリミックスするっていうのは自分でしかできないから、そうやって、だから、例えばだから、それでもそういうなんか最低限のルールがあったとしても、例えばいろんなダイエット方法で、もう小麦は絶対食べちゃダメ、白砂糖は絶対食べちゃダメとかって、いっぱいダメ、これもあれもダメっていうところがいっぱいあるんだけど、だけど、白砂糖とか取っても、こう白いね、その生成された小麦粉とか、例えばパスタとか、例えばハンバーガーのパンとか、ああいうのを食べたらダメって言ってる人すごいたくさんいるんだけど、そうじゃないんですよ。なんでかって言って、いろんな食べ物っていろんな機能があるからね。そう、例えばだからオレオとかあるじゃん。オレオとかって美味しいじゃん。すごい体に悪いものいっぱい入ってるって、もう原材料とか見たらわかるけど、食べたら美味しいし、食べてて楽しいじゃない。だからエンターテインメントとしての要素あるんですよ。で、それを頭ごなしにダメダメって言ってたら続かないのね。そう。だから食事法であれもダメ、これもダメって、これもダメで、ね、あれも食べられないってなったらもうすごい悲しいし、多分その友達とレストランに行く回数ももともと減っちゃうと思う、孤独になっちゃうんだよね。で、食べ物ってもともと楽しいもの、楽しむ、人生を楽しむため、で、それで自分の体をこう、心地よくするためのものだから、そうやってあれもダメ、これでもダメってやったらもう、それででも自分が何食べていいか分かんなくなっちゃうんですね。いろんなダイエット方法が世の中にいっぱいあるから。でもそれを元に戻すためには自分の体の感覚を感じなきゃダメなのね。でもその体の感覚を感じるためには、なんかもう頭がいっぱいビジーだったりとか、例えば毎日すごい忙しいお母さんとかで朝はもう立ったまま食うとかいっぱいやってる人とかっていっぱいいると
思うんだけど、それをやってると、自分の体に合ったその食べ物っていうのはなかなか見つからないのよ。そうですね。うん、今ね、ここでさんがオレオは、たまのご褒美です、子供たちと、うん。そうそう。だからそういうご褒美とか、で、なんか、だからその、食べちゃダメな食べ物っていうのは、もう最低限はあるけれど、だけどどこまで食べたらいいかっていうのは、皆さんご自身の体でわかることなので、勉強してから試行錯誤した上でこう、自分のその、自分だけの体、自分の体に合った自分だけのその、ダイエットというかその食事の仕方がよく分かるようになると思うんだよね。もしね、今ライブで見てる方で、このクイーンに質問、何か本当に質問あったら、あのコメントに書いていただければ私たちがコメント拾ってクイーンにアスクする。いやいやいや。話すとルーお芝超 100% になるわけ。大丈夫、わかるから、その気持ち。いきますので、あのね、よかったら。で、あの、じゃあね、今こういうふうにその体の感覚で、って言うんですけども、うん、体の感覚でってそれも知らないもの、わからないもの、まあ私みたいに食べ過ぎて動けないって、これは多分相当最悪なパターンだとは思うんですけども、例えば何かこう、普段から気にする、でもね、多分私のゲスでは、普通の今までと変わらない生活をしてたら、その感じることっていうのもできないんじゃないかなってすごく思うんですけど、うんうんうん、だから私たちが思うような、パッと思うような、なんか、あ、こういうことをすればいいって、もちろんそこもあるけど、実はもっとその前に、こうなんか、もっと変えなきゃいけないファンデーションのところもあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとその辺、うんうんうん。ファンデーションっていうのは、そのライフスタイルの中でのこと、うん、食事とかじゃなくて、うん、なんかさ、その、まずは、その、どれくらい噛んで食べてるかっていうのを、一回一口どれくらい噛んで食べてるかっていうのをまず考えてほしいのね。皆さんなんていうのかな、その、スマホ見ながらだとか、子供の食事をしながらの見ながらとかって食べてるかもしれないけど、一回一口、自分で意識してほしいんですけど、一回一口どれくらい噛んでるかっていうのを見てほしい。考えてほしいんですよ。自分でなんかこう無意識にやってることなんだけど。で、私たちが無意識にやってることで、他になんかこう、例えば、夜寝る前、2時間前とかにもずっともう寝る直前までスマホ見てたりとか、で、それで睡眠時間が減ったりとか、そういうのとか、その日頃無意識にやってることをこう意識化していく、その小さなことを少しずつ意識化していく過程も必要なんですよね。だから一番やりやすいのは噛むこと。で、あとはなんかこの、例えば、一回ちょっとその小麦とかを一週間からでいいんですけど、例えばクッキーだけやめてみて、なんかもう毎日すごい疲れてたりとかしたら、クッキーとかその甘くって、その小麦の入ったもの、だからケーキとかクッキーとか、そういうものを一週間だけちょっと減らしてみて、自分がどういう感覚、自分の体がどれくらい動きやすくなるかっていうのを見てもいいかもしれない。でも減らすのっていうのも、多分、まあもちろん、はっきり言わせてもらうと、言うのは絶対簡単だけども、それを実行する、その実行するのも難しいと思うんだけども、その実行する前の そこが私恐怖なんですよね。例えばどういうとこが引っかかってんの？まずはなんかそのやっぱ食べちゃいけないっていうルールがあると、そういうふうに思うと、だから絶対ケーキ食べちゃいけないんだよ、ケーキ食べちゃいけないんだって言われると、そのケーキのことしか思わないから、なんか今週はもう絶対これ食べちゃいけないんだって言うと、絶対そのことばっかりしかなんか考えないかもしれない、okay. 不安だったりとか、なんかね、怖っ、なぜか知らないけど、私そこに結構、その、シュガーを全部なんかよくね、あの、ダイエット法とかでこう、ダイエット法、シュガー落とすみたいなさ、のとか書いてあるけれども、それをやるのも何か怖い、根拠もない私怖いっていうなんかあるんですよね。OK。なんかじゃあ、例えば何かでリプレイスすることはできるよね、きっとこう。例えばなんか甘いものとかでも、例えばそれをフルーツにするとか、そういうのとかも簡単なのでいいんですよ。で、それをちっちゃいところからやればいいだけで、その自分にとってやりやすいところ、うん、それだけでよくて、例えばだから1週間一気にやめる、ゼロにするっていうのは絶対無理でしょ。難しい。毎日食べてた人が。うん、でも、まあ、じゃあ、週7日食べてたとするよね。そしたら、じゃあ、週5日、
週5日好きなものは食べるようにしてみよう。その、例えばじゃあクッキーを、クッキーとケーキを毎日食べてたとしたら、じゃあ1日ちょっと減らしてみようって。そういうなんか、もう本当にスモールステップでいいのね。自分ができるスモールステップでよくって、うん、でそこから少しずつなんかこう変わって体の感覚で分かってくると思うの。例えばだから毎日疲れてて、もう毎日本当に疲れててしょうがないっていう人たちがね、砂糖じゃなくって、例えばその代替のものステビアとか、ステビアとかありますよね、その代替の甘味料とか。うんうんうん、そういうのを使ったりとか、それとか甘いものとか食べたくなったら代わりになんかこの、なんていうのかな。グルテンフリーのクッキーをグルテンフリーのクッキーにしてみたとか、なんかそういうなんかこう、代替のもので少しちょっとずつやっていけばいいことで、その一気に0か100かっていうふうに思ってたりとかすると多分難しいし怖い。もちろんその怖いんだと思うの。うん、そこだと思う。私もだからその、減らさなきゃいけないって言われた時に、0から100っていうところに一気に行こうとしてしまう多分。そこを考えちゃうからこそ多分恐怖とかっていうのがあるから。そうそう。だからもうゼロっていうかね、その 0.1 歩でいいの。全然。でもそういう小さい一歩で体ってすごい変化が分かる、その高機能マシンなのね、大体。すごい自分でなんかこう自分がなんか減らした時に、あ、今日もしかして私いつもよりスッキリ起きれたかもしれないみたいな。そういう感覚とかっていうのを、それを毎日毎日なんかこう忙しくしてたその感覚っていうのがわかんないんだよね。だから例えばだから、少しずつ時間、そのスマホをもう寝る直前まで見てるんだったら、スマホを30分前とかには寝る30分前にはちょっとやめてみるとか、そういうちっちゃなことでよくって、ちっちゃなことっていうのはなんていうの ?little goes long way。そう。だからこう、自分、そう、こうやって今、みゆきさんがおっしゃってるみたいに、無理しない、無理させないっていうのが本当にそうで、無理してたら続かないでしょ。無理、だからちっちゃなことを長く続けることの方が、もう体にとっても本当に健康っていうのはそういうことで、その、いきなり全部をやって、その短期間やる。いきなりなんか0から100のことを短期間で済ましてしまう。っていうこと、例えばだから、じゃあ今日はもう今週は小麦を絶対取らないっていう風にやって、1週間しかやらなかった。それと、その1ヶ月ちょっとでもいいから週5日食べてた、週6日食べてたものを週5日か4日とかにしてみようっていう風に、それをなんか長く続けること、半年くらい続ける。そういうことでどんどん健康っていうのは小さな積み重ねてくるもので、だからその病気とかも小さな積み重ねで、ある日突然具合悪くなるでしょ、うん、それ、だからそれをリバースするのって、だから健康になるってそういうことなんだよ。リバース、小さな一歩から始めるものなので。うん、うん。で、多分今ここで聞いて、ね、ポッドキャストでも聞いてくれてる方、リプレイで、ライブでも見てくれてる方も、多分聞いていってやっぱ気づくのが、その、食事だけでコントロールしようと思うと、それはすごく大間違いで、だからこそそういう、ダイエット法だとか、キトダイエットだったり、アトキンダイエットだったりっていうのがもう続かなかったりだとか、うん、どこもあるか、やっぱその本当に食事もこのライフの一部であるから、食事も大切だけれども、そのライフだから今の、例えばね、携帯だったりとかっていうのもあるし、あとはその食事っていう意味ではその噛むっていうとこも、まあ本当にそれも生き方の一つというか、食事の味わい方の一つでもあると思うんですよね。そうそう。本当にそう。例えば私のクライアントさんの中で、私自身もそうだったんだけど、生理の問題がもう本当に長い間続いた。多分前のエピソード聞いて、ね、恵美子さんの前のエピソード聞いていただければわかると思うんですけど、生理の問題が3年くらい続いたんですけど、それは割愛するとして、で、そこで、だいたい20回から30回噛むようにしたんですね。で、その、私の生理コーチの人から言われて。うん、そして、それと、そのストレスマネジメントをしたときに、もう3年も続いたその大量出血が1ヶ月半ぐらいで良くなっちゃったっていう経緯があるのね。で、例えばだからそのオーガニックがいいとか、例えばいろんなものが食べたりとかしてもいいっていうのは、いろいろ聞く、食事法がいいとか、あれがいい、これがいい、このサプリがいいとかって聞くけど、その、まず食事の上では、まず噛まないと消化されないからね。そう。いくら有機のなんかオーガニックのいいものを食べてたとしても、噛んで消化されてないと全部無駄になっちゃうから。うん。だからもうそこはもう噛むことはもう本当に最低20回から噛むことはもう本当におすすめしています。私のクライアントさんたちには。家族で、
家族で誰が一番長く噛めるかみたいな競争みたいなのそれ楽しいかもね。でもね、私あのここで今ゆうこさんがあの書いていただいてるんですけど、私もすごくゆうこさんのここにリレートできるところがあって、うんうんうん、あの多分ね、あのご家族がいたりだとかお子さんがいる、で特にハズバンドがそういうなんかジャンクフードみたいなの大好きな人、特にアメリカで、ね、結婚してる人とかだったら、特にそうアメリカとは言わないけど他の国でね、うん、例えばゆうこさんの場合だったら、この家族とのバランスが難しい、早食い大食い B 級グルメ大好きな夫とっていう、これってどうですか。だから家族、他の人はみんな他の好きなものを食べているんだけれども、うん、自分だけやるのか、それとも家族みんなをひっくるめてやるのか、なんか、まあ、これも本当に人にもよる。それ、うん、それ両方辛くない？両方辛いと思う。例えばさ、その、私のパートナーが毎日のようにそのジャンクフード、例えばマクドナルドとか、そういうファーストフードを買ってきたって言って、で、自分もどうしてもなんかこう食べたくなったっつって、そこで我慢するのってすごい辛くない？辛いと思う。で、辛いだろうし、お子さんとかも多分なんかこう、お子さんはお子さんで野菜が嫌いだからっていうのあると思うんですけど、例えばなんかじゃあ、そのお子さんが好きそうなスムージーとかを取り入れてみるとか、なんかそういうなんかこう、皆さんが楽しめるようなこと、例えばだからその家族とのバランスが難しい。例えば B 級グルメ大好きだったら、その時は行けばいいと思うけど、さすがに週7日 B 級グルメ食べに行かないと思うんだよね。うん。だからできる時に、なんかこう、今日はこういうのを飲んでみたいと思ったって、スムージーとかだったらあったとして、B 級グルメ、例えばマクドナルド行ったとしても、サラダとか売ってるでしょ？うん。だからそれを買ってきて食べたりとかするとか、なんか B 級グルメとかでも、何かしら、なんかあると思うんだよね。そこをなんかこう、うん、そう、家族との調和をこう乱さない程度になんかできることってあるんじゃないかなと思ったんですけど、ゆうこさんいかがですかね。うんうんうん。ね、ぜひ、なんかあってほしいからね。私もでも実はこのライブの前は、あの、アメリカのタコベルに行って、で、家族。ああ、美味しいよね、タコベルね。私は、まあ一応タコベルの中でも、ヘルシーオプションとしてあるなんかパワーボールとかいうのを、ああ、うん。してるので、まあ。いいじゃん。I don't know. でも、そう、私もでも学んだのが、せっかく食べてるんだから、そこで楽しむことを。Yes, definitely. だってずっとそのやるわけじゃないから、だからそこですよね。だから例えば、この、ゆうこさんの、この、B 級グルメ大好きな夫とね、あの、一緒にこのメニューとか考えるのって、B 級グルメ絶対食べちゃダメっていうふうには、マリコさんは言っていないわけであって、そこ食べるときはそこをエンジョイ。してよくってっていう、そこなんですよね、多分。そう食べるのって全部変えなきゃっていう、そこにだから0から1000のところに一気に行こうとしちゃ こうメンタルとか考え方があるのかなっていうのは今、うん、思いました。あ、なんか切れちゃった、ごめんなさいね。そう、 0.1 でいいんですよ、それで。だから例えばそのね、恵美子さんが今おっしゃってたタコベルでもヘルシーなチョイスをしたっていう、そのヘルシーなチョイスをした恵美子さん偉いじゃん。そっか。うん、偉いじゃん。で、そのなんかこう、ヘルシーなチョイスをした恵美子さん偉いけど、なんかその、家族と一緒の食事、タコベルのなんか家族とみんなが食べてる他の、家族の他のメニュー、それとなんか家族のその、なんかこう、アンヘルディーなタコベルのメニューを、食べなかった自分っていうのが嫌なわけじゃないでしょ。そっちじゃないじゃん。っていうか、タコベルでもそのサラダボールを選んだエミコさん偉いっていう、そっちの方に行ってほしいんだよね。うん。なんかその悪い方を見なくてよくて。なるほど、なるほど。そこですね。やっぱ食べた後の罪悪、あ、食べちゃったっていう。食べても、そう、食べても結果は出るから。体ってそんなにやわじゃないからね。うんうん、好きなもの食べてもいいんだけど、好きな、その食べ過ぎ、その好きなものだから毎日マクドナルド食べたら具合悪くなるでしょ。だから、その自分の程度っていう、その体の中、体がどれくらいだったら気分がいいかなとかって、そういうのとかでも、体の感覚で分かってくること。だから、うん。で、体の感覚で分かってきたら、あ、ここまで食べたら私、腹がはち切れるんだ、みたいな。そういう、これ以上食べたらダメだとか、腹8分目ってこういうことなんだっていう、
そういう体の感覚って多分わかると思うんだよね。あとなんかもうちょっと一口二口食べたいなっていうのが大体腹八分目なんだけど、それこれ以上食べたらもう私前みたいに腹が八切れるって思う、感じると思うんだよね。なんかそういう、だからその体の感覚なんかインナーウィズダムだよね。インナーウィズダムとアウターウィズダム。だから、そこいっぱいある食事法とかサプリとか、インナーウィズダムとアウターウィズダムをくっつける作業っていうのを皆さんしてないの。全く知らない。私もそういうの言われてもなんかやっぱパッとは来ない。そういう、やっぱ教育もされていないし、逆に私たちが見る教育というか情報っていうのは結局はそういう外だけのもので、なんたらダイエット、何を抜いたらいい、何を食べない方がいいっていう、もう全部減点方法っていうか、そういうのしか知らないので、その体の感覚をね、使うとかっていうのに、すぐにコネクトはしないのかなって。うん、そう。私のクライアントさんの中でも、まあ、小麦にもともとアレルギーで小麦にもともと敏感なんじゃないかなって、最初に話した時に思ったんですね。その感じたんですよ。で、その方に、少しずつ減らしてってもらえませんか、ちょっと減らしてみませんかって言ってやってきたら、結局、小麦はすごい、小麦でそれでなんかちょっと減らした後に、実験としてちょっと大きな、その、小麦系のものを食べてもらったんですね。そしたらお腹壊したっておっしゃったんですよ。そう。だからなんかちょっと減らしてみて、で、一気にまた元に戻したときに、体がどういう感覚になるかっていうのは、ちょっと減らしてみると多分わかることが多いんだよね。だからそういうなんかその実験的精神でやってほしいんですよ。だからもうあれは食べたらダメとか言って、なんか修行じゃないんだからさ、なんかもう食べたいでしょ、みんな。食べたい時に食べれないっていうの結構苦痛だと思うので、だからそのバランスっていうか、その自分がどれだけこれを食べたら具合悪くなるかなっていうのを少しずつこう感覚、頭と心でこう繋いでいく作業で、さっきのインナーウィズダムとアウターウィズダムをくっつけていくっていうことで、体のその感覚を入れることですごいこう健康に関してなんかこう知識というよりも、あ、これねっていう、体の方が先に教えてくれることが多いんですよね。なるほどね。でも多分おそらく私たちはもう忙しい生活をしてたりだとか、何かやりながら携帯見ながら何かしてたりとかして、結局そういうところに意識も全くしない状態になっているからこそ、そういうサインがあっても無視する、またはもうそれが当たり前だと思っちゃって、そう知らない。なんか私も同僚の子で、グルテンフリーの、これ何？グルテンフリーって言うんですか？日本語。うん、グルテンフリー。うん、グルテンフリーのじゃないと、彼女はそのグルテンがダメっていうので、でも知らなかった。知らない、うん。で、ただ単にこれはもうみんながそういう風になるものだと思ってたんだって。うん。で、だから、そういう人もまだまだ、たくさんいる。いると思う。そう。当たり前みたいな。だから、例えばなんだっけ、oh my gosh, lactose, これは日本語でもあります。lactose tolerance. 乳糖不耐症ね。はい。lactose intolerance, right? そう、yeah. それとかも、アイスクリーム食べた後に、絶対に、なんかお腹壊れちゃう。で、それはだから、冷たいものの食べたらお腹が壊れるっていう、そのなんていうのかな、お母さんから教えられたものっていう、それをずっとこう、ホールドオンしてきてたから、自分がまさかラクトスだと思わないし、アイスクリームも食べたら、自分はただ単にその、冷たいものを一気に食べたからお腹を壊すから、もう、それはもうしょうがないと思って生きていたとか、結構、周りでそういうことを言う人いるんですよね。いろいろ。私の友達でもそのグルテンフリーの人でいて、その、急にいろんなところが具合悪くなった人がいるのね。で、それは関節痛で、なんかもういきなりいろんなところに湿疹が出て、そういうことが一気に始まって、病院に行ったけど、血液検査したら全ては正常だったんですよね。で、それでなんかいろいろ自分で調べて、もしかしてこれは私は小麦、グルテンになんかこう、アレルギーがあるんじゃないかっていうふうに思ったらしくって、その気づいた時に、その調べて気づいた時、症状とか見てもそう、なんかこう本で読んだ時にそうだったか、少しずつ、ワックしてて、最終的に半年ぐらい、グルテンフリーに、ね、そしたら、
今ね、ちょっとマリコさんの声が、落ちちゃってるんですけども、オッケーオッケーオッケー。出たのが、今聞こえますか？半日ぐらいグルテンフリーを少しこう減らしてみてっていう、多分その辺を言ってたと思うんですけど、そこから。そうそう、オッケー。オッケー、その半年ぐらいね、そのグルテンフリーをカットバックしてって、で、最終的に、グルテンフリーをやめた、グルテンをやめたんですね。で、やめたらどんどんその間にもう体調がみるみる良くなっていったのよ。湿疹もなくなったし、自分のなんかこう関節痛もなくなっていったって。今まで、なんでこんなもの気づかないうちにずっと食べてたんだろうって。やっぱりなんかこう体の感覚って多分いろんなところに体でサインが出てると思うんだよね、うん。だけどそれが思いっきりこう病気として現れない限り、みんな病院も行かないんだよね。検査とかもしないし。うん。うん、なんかただ単に、うん、あ、ストレスなのかなとか疲れてるだけなのかなって言って、まさか食事が原因っていうふうにはそこにはまずは行かないのかな。うん。特にその生理の時ってストレスが直結してるっていうアイデアもない子たちが多いよね。ストレスは直結してますよ。生理の問題に。うん。うんうんうん。だからそういうなんかこう、私から伝えられる、私が伝えられるそのアウターウィズダムと、皆さんが自分でそのいろいろ試行錯誤していきながら自分のこう、自分のなんかこう、なんて根本の原因だよね。自分のその生理の問題の根本の原因とかっていうのは、こう、私がこういろいろガイドしていく。で、もしかしたらこれかもしれない。もしかしたらこれかもしれないっていうのをこう繋げていくような、そのオンラインプログラムをもうすぐ出すんですけどね。うんうんうん。なるほどなるほど、うん。なんかでも私本当にすごく最近、なんていうのかな、自分の中でこう、アーハーモーメントって、これなんていうのか、こう大きな気づきがあって、それが何かっていうと、私たちって思ってるほど弱くないし、私たちって思ってるほど知識がないわけじゃないっていうか、答えは結構自分にあるし、すべてのサインっていうのもすでに出ているし、なんか多分そういうマスメディアとかね、ソーシャルメディアとかそういうのを見ていると、なんかそういう恐怖の社会に私たちって結構ぶち込まれるから、あ、なんか私足りないとか、なんか私まだまだとか、あ、私はダメなんだとか、そういうふうに思わせられてしまう世の中じゃないですか。また、この人はもうすごく綺麗でお肌がキラキラして、もうこんな輝いてて、あ、私はもう全然もう年だから、みたいな、わかんないけどね。なんか、いろんなのですごい自分がめちゃめちゃパワーのない人っていうふうに、すごい勘違いしやすいけど、実は、今ね、だからまさに、マリコさんが言ってくれたように、体が本当はもうサインを出してくれてるとか、で、本当はあるんだけど、でもついついやっぱりその外の、何でも薬で治すだったりとか、何でも、なんか、病、なんていうのかな、その、なんとか病みたいになんていうの、その、病気、例えばね、病気になるまで、その待つって、だからその、なんていうのかな、この、自分はなんとかなんだっていう、その、タイトルが欲しいみたいな、なんとか病なんだみたいな、なんか意味わかります？わかるわかるわかる。そう、だからそういう社会で生きている中で、私たちってもっと本当だから、まさにここってすごくエンパワーメントの部分だと思うんですよ。自分の体のことをもっと理解して、で、その自分のオプションで食べちゃダメっていうのじゃなくて、今日は食べたい。食べていい。エンジョイする。で、体に効く。もっと食べたいから。なんか、そういうライフってすごい考えただけでもなんか、はぁってすごいストレスフリーだし。気が楽になるよね。本当、あれもダメ、これもダメっていう風なんていうのも、だから、なんて言うんだろう、そのお医者さんとか、そう、これは本当にそうなんだけど、例えばなんかこう、いろんな情報をもらって、お医者さんの言うこととか、健康インフルエンサーの人の言うことは聞くのに、自分の体のサインのことって全然無視してる人って本当多いんだよね。それもそうだし、なんかこの、それは自分のパワーを、その他の人たちにあげてるのと同じこと？だから私たちはそのインナーウィズナムとアウターウィズナムをくっつけることによって、そのパワーを取り戻す作業をするんだよね。なるほど、うん、じゃあその実際にパワーを取り戻す作業っていうところで、まあ、本当にこのね短い間では全然マリコさんのお話しすることできないと思うんですけども、うんうん、What's coming? マリコさんの中で、ね、多分こういうことってすごくもちろん知識もあるし、やっぱここにすごくパッションも持ってると思うんですけども。うん。Where can we learn more? Like, what can we do? どこでどういう
どういうことがね、学べるかっていうのも、ぜひぜひマリコさんに教えてもらおうなと思って。Okay. うん、もちろん。インスタグラムだからね、前言った、最初言ったみたいに3回もアカウントが削除されたから、あんまり今投稿しないけど、これから私がワークショップをやるんですけども、ワークショップはこの2月の19日と20日と21日もやると思います。で、この3日間の間にそのワークショップをやるために、こういろんな私のそのワークショップに関する少しずつ、関する内容を少しずつこのインスタグラムで小出しにおつまみ程度にしていきますので、皆さん、それでご興味があったら、これからそのワークショップのそのリンクをこちらでお渡ししますし、ぜひ、ぜひぜひ、どうやって自分の体で、自分のリミックス法を学ぶかっていうのはですね、ぜひぜひこのワークショップでも言おうと思ってるし、どうやってスローダウンするか、自分の生理の対するアイデアですね。多分、生理っていろんな人にとってすごい苦しいものとか、ね、苦しくて辛いものとか、めんどくさいものって思ってらっしゃる方が多いと思うんだけども、ね、生理痛とか生理不順とかいっぱいいろいろあって。だけれども、今、どこに自分がいるか、で自分がこれからどこに行きたいかっていうのをクリアにしつつ、自分のその食事法だとか、こういう食事をしてったらいいんだよっていうそのリミックス方法ですね。そのベーシックなところをワークショップでお伝えしようかなと思っています。うんうんうん、ありがとうございますね。多分本当にここではもう話しきれないし、あと、まあ、ポッドキャスト、what is it? Super Dear Superwoman。うん。で、Dear Superwoman のポッドキャストは、今のところはその、なんて言うんだろう。ソロのエピソードとかでは私のその栄養の話とか、どういうふうに腸とか、その肝臓とか、いろんなことをお伝えしてますけど、砂糖をやめたらこんなになるよとか、いろんなことをお伝えしてますけども、これから少しずつ、それのことについても、このワークショップについても、その栄養のことについても、その体の感じ方についても、いろいろ、ポッドキャストでもお伝えしようと思っています。ありがとうございます。2月の19日からですね。で、マリコさんのアカウントが、マリコ、今だ？マリコ、アンダーバー2つ、今だ。そうか、オリジナルがなくなっちゃったんだよね。そうなのよ。もう2回もなくなってから、アンダーバーがどんどん増えていくの。そのうち5本とか入ってる。そう、もう10本とか入ってちゃうじゃないとか。Oh my gosh, もう hope you're not gonna have 10 underbars. Yeah, it's funny, right? そう、だからもし今の言ったのが分かりづらかったら、インスタグラムの検索画面で、生理コーチってやれば、まず最初に私が出てきますので、ぜひそこでやってください。で、そのワークショップの、開催場所は、私のスーパーウーマンのラウンジ、私の無料 Facebook グループ、スーパーウーマンのラウンジでやります。はい、で、それは、Facebook の検索画面でスーパーウーマンのラウンジっていう風に打てば出てきますし、簡単に入れます。帰れて、簡単にっていうか、誰もが入れるわけじゃないですけど、変な人も来るからね。ぜひ、ご興味があったらいらしてください。はい、本当にありがとうございます。もう全然、ね、触りだけだったけど、でも、このカンバセーションで気づきがね、少しでもなんか気づきがあったらいいなっていうふうに思います。ゆうこさんがね、日本の若い女性には特に知っていただきたいですっていうふうに。いやいや、私たちぐらいの年齢の人たちだって、ね、もちろん更年期に近づいてきていろいろあるんですけど、基本的に食事は一緒です。食事法は一緒、ベースのところは一緒なので、皆さん来てくださいね。うん、本当に。ね、年齢、もちろん若い人とかでも、しかもあとはやっぱ、母親と、私は子供が2人いるし、うちの上の子が11歳。だからね、そろそろだね。無理とかどうしようみたいな、もう心臓バクバクで、うん、ちょっとね、だからやっぱそういうので、私も無知だから、そんな状態で子供にどうやって私、ね、エデュケーションするんだろうとかっていうのもすごい。ね、生理の、うん、生理の仕組みのことも少し多分ワークショップで言うと思うので、はい、ぜひいらしてください。うんうんうん。ね、だから本当にね、お子様がいたりだとか、または本当に自分で、もう何でもですよ、でも本当に女性っていうところでは。うん、なのでね、ぜひぜひ、マリコさんいる？あ、OK。ぜひぜひ、なんかね、していただければっていうふうに思います。本当に、勝手に思い込んでいて、これが当たり前だとか、これはもうしょうがないとか、思ってる人がいたら、There is gonna be、うん、絶対答えはあるし、
しかも答えっていうのは思ってるほど遠くにあるんじゃなくて、実はここにもうすぐのかなっていうふうに思うので、少しね、このお話で何かピンときたらぜひぜひ参加していただきたいなというふうに思います。 Anything else you want to say?No, I think that's all of it. あの、ありがとうございました。あの、うまくまとめていただいて、もう言うことありません。Okay, ということでね、今日はあの、本当に忙しい中、クイーンマリカさせていただきました。Yeah. Thank you so much for watching, and I will talk to you later. Bye-bye. Bye.